カレー粉がこの小麦粉の中によく入るようにこのように入れちゃいます。で小松菜はこのようにだって茹でたものがあります。温めてだから諦めてはいけません。ごぼうとか人参も最近は皮をむかない感じですが、トマトケチャップは食べられるんだけど、好き嫌いが家族それぞれ違うので、まあ、ね、自信をつけさせること、すりおろしたり刻んだりしていると子供向けになって、喜ばれるんです。それチャレンジしてみて。